名鉄三河線。三河線は、愛知県豊田市の佐野毛駅から、愛知県碧南市の碧南駅までを結ぶ名古屋鉄道、名鉄の鉄道路線。名古屋本線の地流駅から南北に分岐する支線で、名鉄路線の中では、名古屋本線に次ぐ路線距離を持つ。路線の前身は、三河鉄道で当初は、全線が一体となって運行されていたが、1950年代に、 地流駅の配線がスイッチバック形状に変更されてからは同駅を境に運用が分断され、以来佐なげ方面の山地へ向かう北側を山線、北南方面の海に近い南側を海線と通称するようになった。2016年3月に導入された駅ナンバリングもこの慣例に合わせて山線、海線とで別々の記号が付与され、方面別の旅客案内でも 山線側を豊田方面、または砂投方面、海線側を北南方面とすることで区分している。三河線ではスプリングポイントが使われており、島式ホームとなっている一部の駅では右側通行ですれ違う。これは、校内踏切の配置関係から左側通行より安全であることに加え、かつてタブレット閉塞を実施していた時の名残で、 右側通行の方が、通過列車の通標交換が容易であったためである。運賃計算区分は C、運賃計算に用いる距離は営業キロの1.25倍。すべての駅でマナコなどの交通系、IC カード全国総合利用サービス対応カードが使用できる。鉄道要欄による起点は、さなげ駅だが、列車運行及び旅客案内、列車番号の設定においては、 ヘ南駅から、治竜駅及び、治竜駅から、佐ナ駅へ向かう列車が下り、逆方向が、上りとなっている。また、三河線は、歴史的経緯、口述により、距離を示すキロポストが3つに分かれている、矢印の方向に、キロ数が増える。全線が、東海地震の防災対策強化地域に含まれており、東海地震に関する警戒宣言が発令された、場合、 列車の運行が休止されることになっている。山線区間は自動車産業が盛んな愛知県豊田市の真ん中を貫いている。同市の玄関駅は豊田市駅で一駅北の梅坪駅から名古屋の中心へ向かう豊田線。名古屋市内は名古屋市営地下鉄鶴舞線と相互乗り入れが分岐している。三河八橋駅付近と豊田市駅腰子駅間は高架線であり。 豊田市駅、梅坪駅間は、豊田線の列車も走るため伏線になっている。小人駅から、さなげ駅までは、林の中を抜けていくようなローカル色の濃い区間である。2001年に、線区の合理化を進めるべく、いち早く、ワンマン運転を開始した。1973年までは上、衣駅から、衣線が分岐していた。山線の有人駅は、地竜駅、 若林駅、朝のみ、駅員配置。それ以外は、駅集中管理システムにより、無人土橋駅、豊田市駅、砂毛駅の5駅である。乗客の流れは、千流駅からの名古屋本線、あるいは、豊田市駅、梅坪駅から、豊田線を経て、名古屋などとの往来が主体となるが、豊田市内の自動車関連工場への、通勤利用による流れも見られる。 近年になっている用者が増加したため、従来の2両編成に代わって4両編成での運行が増加している。海線は、三州河原で知られる高浜市を経て、木沼臨海工業地域東岸の壁南市に至る路線で、三河鉄道が最初に開業した区間でもある。近年は、東海旅客鉄道 JR 東海によるダイヤ拡充で、 東海道本線の利便性が向上し、接続する刈谷駅で JR 線に乗り換えて、名古屋駅や金山駅などへ向かう乗客が増えている。そのため、地流駅経由、名古屋本線直通で名古屋へ向かう利用客が減少したため、名古屋方面への直通電車を取りやめた。海線区間の内高海駅は、刈谷市駅のみで、三河高浜駅と刈谷駅が、京城駅になっている。 地流駅、重原駅間、刈谷駅、刈谷市駅間が複線化されているが、区間が短いため列車のすれ違いはほとんどない。ワンマン運転は2006年に導入されたが、山線側で採用されたホームへのセンサー取り付けは行われていない。ただし、車両は山線の車両と共通運用である。海線の有人駅は、地流駅、刈谷駅、壁南中央駅の3駅である。 高浜市の代表駅である三河高浜駅や終点の壁南駅は無人駅。乗客の流れは、地流駅からの名古屋本線、あるいは刈谷駅から JR の東海道本線を経て、名古屋などとの往来が主体となっている。2004年4月1日には、両端区間、西中金駅さなぎ駅間、壁南駅キラ吉田駅間が廃止された。これらの区間は区間で、 西中近駅さなげ駅間は1985年から、北南駅キラヨシダ間は1990年から、合理化のため電気運転を廃止し、小型のディーゼルカーである、レールバスによる運転に切り替えていた。しかし両区間の乗客の減少は続き、名鉄は1998年11月24日に、鉄道事業の合理化策として、赤字路線6000区、 末端区間と伊比線黒野駅本伊比駅間、谷組線黒野駅谷組駅間、八津線明智駅八尾津駅間、竹花線駅木駅大須駅間。いずれも輸送密度が2000人、日未満の過疎路線を廃止する方針を決め、2000年3月に末端区間など赤字六1区の廃止届を同年9月末までに提出する方針を決定した。同月中には、 翌2001年10月までに廃線とすることを沿線自治体に通知した。本来の廃止予定だった同年9月末から沿線自治体による年間最大1億円山線区間の赤字補填で鉄道の存続が図られたもののこのまま赤字補填を続けても近い将来に三河明駅中畑駅間の矢半川橋梁の掛け替えには莫大な費用百五十から百六十億円と 外産がかかるとの懸念から、西尾市が先立って、存続を断念する表明をしたことで、海鮮川の廃止、及び大工バス転換。沿線自治体は、壁南市、西尾市、一色町、平町、はず町が決まり、山泉沿線自治体、豊田市、あす町、藤岡町、朝日町、小原村も追随する結果となった。そして3年3月日には、 海線の8月6日には山線の廃止届がそれぞれ名鉄から中部運輸局を通じて国土交通省に提出された。廃止前の運行本数は一部時間帯を除いて毎時1本程度の設定で全列車ワンマン運転であった。多客機には増結が行われ最大で3両、キハ10系の場合、キハ20系。 キハ30型では2両での運転も見られた。廃止後、山線廃止区間、西中金駅さなげ駅間には、豊田市から委託された、名鉄東部交通、豊坂交通による、さなげ、あすけバス、現、豊田を遺伝、バスさなげ、あすけ線が運行を始めた。4号駅さなげ駅西中金港蘭計、あすけ百年層を結んでいる。一方、海線廃止区間、 壁南駅キラヨシダ駅間では代替バスとしてフレンドバスが運行を開始。壁南キラヨシダキラ高校前間を運行している。海仙廃止区間はほぼ三河湾に沿って走っていたが、壁南市内区間、壁南駅三河朝日駅間は市街地を3分の2周する大きなオメガカーブとなっていた。これは海水浴場の最寄り駅として多摩、津駅の設置を決めた後、 道駅北東部に位置する棚尾町などの誘致運動に対応したためと言われる詳細は三河明駅歴史を参照。また三河楠木駅寺津駅間にある寺津高架橋は三河南部から中部国際空港へのアクセス道路となる県道木浦岡崎線への踏切設置を避けるためにおよそ20億円、国が11億円、県が9億円。 名鉄は3000万円を負担の費用で建設されたもので、1998年11月に供用を開始して間もなく、名鉄は区間廃止を表明したため、わずかな期間しか利用されなかった高架橋工事への批判が紛失した。山線廃止区間は、山間部ゆえに放置されたレールが落ち葉に埋もれるなど、自然に帰りつつある部分もあるが、地元自治体の活動、 工術により出した駅や三河広瀬駅が広場として一部整備されたたは、駅舎、ホームレール、鉄橋、矢作川橋梁などはほとんど撤去されずに、廃線当時のままの姿が残っている、踏切部分は撤去。同区間では廃止後、地元では廃線跡と未成区間の用地を活用し、遊歩道圏サイクリングロードとして、さなげからあすケまでを結ぶ、電車道構想が計画され、 計画の一環として、自治会による配線後の整備やボランティアによる路盤の手入れが行われている。しかし、電車道構想自体は、豊田市の都市計画、第7次豊田市総合計画に盛り込まれておらず、具体化には至っていない。一方、海線配宿館は前日の矢半木川橋梁を含む、レールや鉄橋などがほとんど撤去され、駅も三河一式駅のように駅舎が解体されたり、 中畑駅のように駅そのものが、さら地化されるなど、王子の面影を忍ばせるものは少なくなっている。跡地の対応は、自治体によって異なるが、壁南市では、三河明駅までのオームカーブ区間、名鉄跡地緑地を、壁南レールパークとして、公園緑地化する事業を進めている。山線の終点は、西中金駅であったが、三河鉄道が当初、 アスケまで延伸する計画を立てていた。しかし、世界恐慌の影響や幼稚買収の難航などがアスケ付近の建設に支障し、路盤のほとんどの完成を見た時には太平洋戦争の開戦に見舞われた。敷設されるはずだったレールは南方戦線に供出されてしまい、ついに電車が走ることのなかったかつての路盤は、現在、細い指導となっている。 バスケには紅葉の名所として知られる高蘭系があり、毎年秋のシーズンになると、三河線に並行する国道153号、飯田街道が激しい渋滞を起こすため未成線になってしまったことが悔やまれているが、通年利用者数が期待できず、採算性の面から実現は乏しかったとする見方もある。また、三河鉄道の子会社である新三河鉄道が取得していた矢ごと、 名古屋市衣館の鉄道敷設免許は、会社の合併によって、三河鉄道、名鉄へと引き継がれ、右予曲折を経て、名鉄豊田線として開業した。データは、各区間の廃止時点のもの。1910年11月に、刈谷出身の大議士三浦一平や刈谷の有力者、大野改造、大田平栄衛門。 高野松次郎らと大阪の災害電気商会の災課、東吉ら計31人が、発起人となって、大浜、現在の壁南市から高浜を結び、刈谷駅で東海道線に接続し、壁海軍役所のある地流を結ぶ、壁海平弁鉄道、期間 762mm 動力蒸気を申請した。1911年7月に免許がカ付されたが、同年8月に、 知る頃も、豊田市の不設免許がカ付された、西河が、北起人総大の地区軽弁鉄道、機関 762mm 動力蒸気と合同することになり、1912年5月に、創立総会を開き、社長は、地元の竹山間七が就任。社名を、三河鉄道とすること、機関を 762mm から 1067mm に、することを決議した。 1913年1月刈谷から大浜港までの工事に着手したが、不況により株式の払い込みが不調であり、また株主から経営者に対する不満から、竹山館奈々は社長を辞任、久保不送に変わった。ようやく1914年2月に刈谷新駅大浜港駅間、1915年10月刈谷新駅地流駅間と、 旧壁会計弁鉄道の区間が開業した。ただその間社内では1914年9月に、久保が死去、さらに事業不審の責任を取って、役員全員が辞任するという事態が生じていた。困った株主たちは、神谷伝兵に社長の就任を要請し1916年4月に成神谷は社長となった。開業時は、大浜港、現在の壁南、新川町、 高浜港、吉浜、小垣港、刈谷町、現在の刈谷市、刈谷新、現在の刈谷の各駅と北新川の停留所が置かれ、十四点五キロメートルの区間を所要時間一時間以上かけて運転されていた。神谷は九百十六年十一月に臨時株主総会を開き、さなげこ度まで路線を延長すること、資本金を百二十五万円にすることを提義し、 決議を得た。そして自ら沿線町村を回り株の引き受けを依頼し、応募は順調に進んだ。路線は1920年7月から順次開通し1922年1月に越シ駅まで開通した。開通して間もなく、財政を立て直した神谷は4月に死去した。しばらくの間社長は空席状態が続き、専務に 東京渡辺銀行の渡辺勝三郎がついた。1924年2月には増資して、資本金を525万円とすることにして、北は、あす町、南は、かま町への延長と季節線の電化を決定した。1926年11月になり2代目、神谷伝兵が、社長に、専務には、電気鉄道経営の専門家として、 稲電気鉄道社長の伊原ゴロベイがついた。1926年9月に、神谷駅、後の松木島駅まで延長され、1928年には、平吉田駅まで開通した。開通時に、神谷駅と呼ばれた松木島駅は、神谷伝兵の出身地で、その功績を称えて、駅名を神谷とした。一方、1927年に、 岡崎電気軌道を合併して、岡崎進出を果たし、資本金は625万円となっていたが、この時期の三河鉄道は、路線延長や電化による設備投資により、多額の債務を抱えており、加えて不況に見舞われることになり、経営は苦境に立っていた。このため、三河鉄道は、愛知電気鉄道、アイデンとの合併を拡策し、東方電力に圧線を依頼した。 1930年4月に合併契約書の調印にこぎつけたが、アイデンの経理担当者が、三河鉄道が、粉飾決算をして、利益を計上していることを発見したため大問題となり、アイデンは合併契約破棄を宣言した。窮地に立った神原は、資材提供による粉飾決算の是正を申し出たが、アイデンの相かは、清成はこれを拒否。 1931年6月の株主総会で合併取り消しを決議してしまった。この粉飾決算の中には三河鉄道が出資している新三河鉄道への融資金の流用があった。1929年に新三河鉄道は日本工業銀行より40万円の融資を受けたが、うち20万円を三河鉄道が流用していた。その後10万円は返済したが10万円は 返済不能となってしまい、このため1931年に、公銀から派遣された、ハンダ・ミツグ、鈴木人志平が、取締役となり、三河鉄道は、銀行管理となってしまう。1934年7月には1、4原種を、断交資本金468万7500円となる。三河線は、 地流駅でスイッチバックする線形となっているが、現在の地流駅は3代目で、三河地流駅が初代及び2代目地流駅、B 地流にあたる、詳細は東地流駅を参照。名古屋本線の地流駅、旧、愛電新地流駅。後の2代目地流駅の A 地流は、三河線との交差地点上にあり、三河線の駅とは連絡橋で結ばれていた。 1959年4月1日に現在の治流駅が開業し、それまでの治流駅は名古屋本線のもの A 治流が東治流駅、三河線のもの B 治流が三河治流駅に改称された。同時に新しい治流駅への新線が開通し、現在の線形となった。貨物列車のため従来の線路も残されたが、貨物列車廃止後は廃線となり、 今でも複雑に入り組んだ連絡線の配線跡がかなり残っている。山線では沿線の豊田市に本社を置く豊田自動車が名古屋駅前の高層ビルミッドランドスクエアに営業部門を集結させたことや沿線にある同社の工場へ通勤する上での電車利用を推進する方針を打ち出したことでさらなる輸送人員増加が期待できることから名鉄は2006年度からの 新三可燃経営計画で、名鉄空港線とともに、高架化、複線化、高速化など、需要に応じた投資を多角的に行うと明示し、地流駅から豊田市駅までの複線化計画についても、本格的に検討を開始した。すでに、豊田市は、複線化用地取得費用の面で及び腰だった、名鉄側の姿勢を見た上で、独自に区画整理事業、立体交差事業を進め、 あらかじめ伏線化対応での高架化を計画するなど、あとは伏線の線路を付設するだけという積極行動に出た。第一段階として、2006年7月頃から三河、八橋駅付近の高架化工事に着手し、2009年12月12日に三河八橋駅周辺 1.6km の高架化事業が完了した。さらに隣の若林駅周辺2 3トルの 高架化計画についても2006年度から調査が進められており、2011年度の都市計画決定を目指して調整が行われている。また、2010年3月27日に強調化が完了した土橋駅においては、将来的に地流方面の造船、二面四線化が可能な構造へと改良された。一方、地流駅連続立体交差事業についても、 すでに仮駅整備に向けた工事や一部の周辺整備事業が開始されているが、すべての完成予定は2023年度と、工事の進行が当初計画と比べて大幅に遅れている。また、地粒子の計画では、すでに茂原駅まで部分複線化されている海線側の高架化工事は複線対応で行う予定であるが、現在も単線である。 山線側については、一連の連続立体交差事業により、地流駅と同時に高架化される、予定の三河地流駅までが複線化対応で、三河地流駅から三河八橋駅手前までの区間は、単線のままの高架化計画となっている。これは一つの事業としての費用を低く抑えるために、現時点で名鉄側との確約が取れていない、複線化を、 先行して行わないという消極的判断によるものである。この点、豊田市の対応とは対照的であり、自治体の財政の差を見せつけられた結果となっている。また、地粒子が行う一連の連続立体交差事業の事業費をさらに圧縮するため、三河地流駅の降下化計画を取りやめ、降下区間から外れた地粒子山町、同市牛田町地内に駅そのものを移転させ、 地上駅とする案も出されている。海線では1967年9月に沿線自治体4市により、名鉄三河線伏線加速新規制同盟会が結成されて、以来、1976年の地流駅、重原駅間、1980年の刈谷駅高架化に伴う刈谷駅刈谷駅間の伏線化がなされたものの、翌1981年に、 北南中央駅の移設開業では一面一線の駅構造となり、複線化対応は見送られた。1984年に貨物営業が廃止されると、各駅構内の整理が進み、間もなく吉浜駅、高浜港駅も防線化された。そんな中、2002年に河川改修に伴う小垣港駅周辺の工事では、仮足駅寄りにおよそ300メートルの複線区間が、 完成した。なお、茂原駅刈谷駅間は全線にわたって、伏線分の用地は確保されており、JR 東海道本線をまたぐ橋梁も伏線分用意されている。現在使用している線路は後に設置されたものである。基本的に、地流駅で運転系統が分かれるが、2008年12月27日改正から平日長時間帯。 2011年3月26日改正から、平日夕、夜間帯に、山線、海線の直通運転が行われるようになった。ただし、地流駅を境に、列車番号が変わり、案内状はそれぞれ別の列車として扱っている。名古屋本線への直通列車は一本もない。現在は全て普通列車による運行となっているが、かつては、海線、山線ともに、 本線直通特急が運転されていた詳細は三河線特急を参照。山線区間では5時台、23時台を除き終日15分間隔で運行されている。この区間には駅集中管理システムが導入されており、2001年10月1日改正からワンマン運転が開始された。地竜駅、豊田市駅、佐毛駅を除く各駅にはホームに、 赤外線センサーが据え付けられ、列車発車直後の列車接触を検出するようになっている。梅坪豊田市間には、豊田線、名古屋市営地下鉄鶴舞線、犬山線直通列車が運行される。赤池方面からの電車と接続を図るため、地流行きの列車は豊田市駅にて5分から7分ほど停車する。このほか、戸橋駅で夜間退泊する。 トヨタ線の運用車両の出航を兼ねて、土橋初トヨタ市域が6時台と7時台に1本ずつ設定されている、休日は5時台と6時台。なお、トヨタスタジアムでのイベント開催時など、臨時に列車を増発する際には、線内の交換設備をすべて使用して、毎時6本、約10分間隔の運転となる。山線の最長編成は、 地下鉄直通用の6両編成を除くと4両である。ただし、佐な駅に留置線がある関係で、車両検査や疎開留置で山線全線にわたり6両編成の改装が運転されることがある。平日日中と土休日は2両編成が中心だが、平日ラッシュ時は4両編成の運転となる。1993年7月29日には、 豊田市で開催されたイベントへの参加者輸送のため、豊田市駅まで本線から直通の快速急行が運転された6000系などを使用。名鉄標準の方向幕には通常三河線で使用される地流、さなげの他に豊田市も入っており、イベントなどで使用されることがある。海線区間においても約15分間隔の線内を折り返し運行となっている。 山線と同じく平日日中と、土休日は2両編成が中心となるが、平日ラッシュ時は4両編成に増強される。海線にも全線で2005年より、駅集中管理システムが導入されたことにより、2006年4月29日改正からワンマン運転が開始された。山線で採用されている、ホームセンサー方式は採用されず、 小牧線で採用された小型液晶モニター支援によるワンマン運転となっている。この区間の最長編成は山線と同じく4両である。重原と北新川の交換設備はほとんどの時間帯で使われていないが小牧港海川高浜の往復に10分長かかるため、これ以上の増発は困難である。2005年1月29日改正以前は、 多数の名古屋本線直通列車が走っていたが、同改正で数本を残して廃止された。同改正で残された直通列車のうち、三河線終着便は2006年4月29日改正で消滅し、三河線発着便も2008年12月27日改正で廃止された。廃止区間の西中近佐な間、館、平南吉良吉田間は廃止時点で、 レールバスを使用しての区間内折り返し、ワンマン運転で60分間隔の運行であった。また出入庫の関係上地立までの直通列車も存在していた。平日朝のみ、三河平坂駅での折り返しや列車交換も行われていた。ここでは基本的に2001年以降の車両について記述する。 海線における平日午後の一往復と山線の、梅坪豊田主管に乗り入れる豊田線の電車を除き、基本的にワンマン運転対応車で運転され、車内放送は自動放送によって行われている。ワンマン運転対応の車両は、ホームセンサー対応で自動放送装置のほかに、ホーム監視のためのモニター、運転席の放送用マイク、デッドマン装置などを装備するが、 都市型ワンマンのため、整理券発行機や運賃箱などは設置されていない。また、全編成とも先頭車は全面貫通型となっている。ワンマン多応の車両である6000系は、前で名古屋本線など他の路線でも運用されている。なお、山線の沿線でイベントが開催されて、列車の増発が行われた場合には、通常の三河専用のワンマン車両だけでは足りなくなる、ため、 通常は道路線での定期運用のない3 5 0 0 3 7 0 0系、3 3 0 0系、5 0 0 0系、6 5 0 0系などが入線することがある。ただし、三河線では、佐なげ、土場島を除き3 5 0 0 3 7 0 0系、3 3 0 0系などの VVVF 車の入線は、基本的に行っていない。 また、ワンマン化される以前は全室の6500系や3500系のほか、1800系や5700.5300系なども、主に本線との直通列車で定期運用があったほか、1990年代半ばまでは7300系や3730系などの旧、性能者による定期運用も存在した。こちらの方は晩年は、線内運用が主体であった。 このほか、7000系もかつては、臨時特急でさなげまで乗り入れた。団体列車のみではあるが、8800系や1000系も乗り入れたことがある。非化格間が廃止されるまでは、レールバスキハ20.30型も回るにおさなげ検建築での給油のためで、化格間を走っていた。化格間では、レールバスは、ワンマン運転をしていなかった。 愛知県の統計によれば2004年度、平成16年度の輸送人員は2699万9000人、1日平均7万3969人、乗車密度は1万5283人であった。廃止前の廃止区間、西中近佐野、げ、壁南吉良吉田を含めた輸送人員は2002年度、 平成14年度は1日平均72,424人、2003年度、平成15年度の1日平均74,200人と、全線の約3分の1に当たる 25km もの区間が廃止されたにもかかわらずほとんど変わっていない。なお、佐なげ駅、豊田市駅、刈谷駅、刈谷市駅等の利用者数はここ数年は上昇傾向にある。 全駅愛知県に所在、普通列車のみ運行。全列車、各駅に停車。ノーウィッキー、ノーウィッキー、北寺津駅は1969年4月25日、廃止。アス駅大分駅マイナス中継駅、野口駅東中近駅西中近駅。2018年現在、三河線内で連続立体交差事業。 鉄道高架化を実施しているのは次の2箇所である。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。